明治神宮野球場です。東京ヤクルトスワローズ対埼玉西武ライオンズ、この試合の模様をお送りいたします。スワローズの先発は右の高梨、対するライオンズの先発は右の松本、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。右の高梨、マウンドに上がります。ライオンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、トップバッターは金子。第9、投げました、流し打ち、どうだ、ファール、1球目ファールから第2球、投げました、ボール。投球はこれから3球目、アウトコース、外れてボール。次は4球目、投げました、打ちました、引っ掛けた、山田掴んだ、1塁送球、1塁アウト、これはアウトです。さあ、リプレイです。左バッターボックスは源田、源田背番号6。第9、投げた、初球を打った、三遊間の打球、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番殿崎、第9、投げた、ボール。第2球、投げた、見送ってストライク。第3球を投げた、カーバーストライク。投球これから4球目、ストレートはボール、インコース低め。次は5球目、打ちました、レフト前進、これはヒットになります。殿崎、ナイスバッティングです。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。第9、投げた、インハイ際どい球、ボール。第2球、投げました、打ちました、アルボール。スワローズ、ここは引っ張りに警戒します。第4球を投げました、ボール。スワローズ、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。一塁へ一つ牽制球を送りました。第5球、投げました、変化球、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。スワローズ、まずは無得点に抑えました。右の松本、マウンドに上がりました。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。1回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。先頭バッターは坂口。第9、投げました、初球から打ってった、センターへの打球、センター掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは2番青木、青木背番号23。第9、カットボールはボール。第2球、投げました、打ちました、いい当たり、センターフライ、飛距離は出て取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番山田、山田背番号1。第9、打ちました、初球打ち、殿崎ボールを掴んだ、アウト、スリーアウトチェンジ。松本、無難な立ち上がりです。2回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。トップバッターはスパンジェンバーグ、投げた、外角高め、フォークは外れてボール。第2球、ストライク。第3球はストライク、追い込んでいます。さあ、4球目、打ちました、センターへ飛んだ、ヒット、スパンジェンバーグ、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第9、投げた、初球から送ってきました、ピッチャーの左へ転がした、アウト、ランナー二塁に進みました。スワローズ、先制のピンチを迎えます。
第9球見送ってストライク。さあ次の投球、変化球はアウトローへ、ボール。第3球を投げた、外れた、ボール。次は4球目、投げた、打った、キャッチャー落下点に入りました。ファールグラウンドで取りました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9球投げた、直球見送ってストライク。第2球投げました、ストレート見送ってストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球を投げました、危ない球。二塁へ牽制を送ります。二塁タッチセーフ。もう一回セカンドへ牽制球。第4球を投げました、空振り三振、バットアウト、三振に仕留めました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。高梨ワンアウト二塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。2回の表が終わって0対0です。2回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。先頭バッターは村上。第9球投げました、ボール。第2球投げました、内側いっぱい、決まってストライク。投球は3球目、投げた、空振り、タイミング合いません。第4球を投げた、外角低めいっぱい、見逃し三振。第9球投げて、初球を打ちました、センターへのフライだ、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番ホセ。第9球投げた、初球を打った、1・2塁間への当たり、アウト、スリーアウトチェンジ。スワローズ三者凡退に打ち取られました。2回の裏が終わりまして0対0です。ライオンズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー松本。第9球低め、ボール。第2球いい範囲、空振り。投球はこれから3球目、決まった、ストライク。149球のストレート、追い込んでから第4球を投げた、打ちました、西田、落下点に入った、ファウルグラウンド、キャッチしています。バッターはトップに帰って金子。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。カーブ見送ってストライク。第2球投げました、見送ってボール。第3球はボール。第4球を投げました、インロー、ストレートは外れてボール。第5球投げました、アウトコース低めいっぱい、ストライク。第6球を投げました、空振り三振。バッターは2番源田。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。第9球変化球ストライク、外角高め。第2球2球目ストライク。第3球を投げました、完全に外れた、ボール。第4球を投げた、見送ってボール。投げた、カットボール、見逃し三振、内角低めいっぱいに決まった。高梨最後は見逃し三振に仕留めました。3回の表が終わって0対0です。3回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは広岡。第9球投げた、初球空振り。1球目空振りから、第2球高め、ボール球打った、ファール。第3球を投げた、打ちました、ファールボール。投げた、危ない球。投球これから5球目、打ちました、打球は右中間に上がっている、ヒット。広岡ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第9
ボール。一塁牽制球を送ります。タッチセーフ。投げました。見送ってストライク。投げました。打ったいい当たりだ。ライト前クリーンヒット。ライトからサードへ。西田、いいバッティングを見せました。スワローズ先制のチャンスを迎えます。背番号14ライオンズ、ここはバントで警戒します。二塁ランナー三塁へ。ピッチャーから一塁送球、殿崎取ってアウト。高梨、送りバントを決めました。スワローズなおもチャンスが続いています。第2球投げました。スローカーブ、ボール、内角低め。第3球を投げました。ストライク。バッター追い込まれました。投球これから4球目。初球見逃し三振。リプレイをご覧ください。左バッターボックスは2番青木。大きな声援が届いています。第2球投げました。打った、痛烈な当たり。センター前クリーンヒット。三塁ランナーホームイン。スワローズ先制。青木タイムリーヒット。スワローズなおもチャンスが続きます。こちらが先ほどの先制のシーンです。ランナー2人を置いて迎えるバッターは山田。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。第9球投げた。初球空振り。タイミング合いません。一塁へ牽制球を送ります。さあ次の投球、スローカーブ決まってストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げた、ボール。次が4球目、投げた、打った、取りました。これで3アウト。3回の裏が終わりまして1対0、スワローズまずは先制しています。ゲームは中盤戦に入ります。トップバッターは殿崎。第9球投げた。初球はカットボール、空振り。第2球投げた。インコース低めいっぱい、ストライク。これで追い込みました。第3球アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。高梨3球で仕留めてみせました。バッターは4番山川。今日の第1打席はスイングアウト。第9球投げました。アウトロー際どい球、ボール。第2球投げました。打った、強い当たり。入れば同点だ。さらに伸びていく。入った、入った、ホームラン。同点ホームラン。白球は非常にもつかんで、素晴らしい一発をベンチも祝福。さあ先ほどの同点の場面です。バッターは5番スパンジェンパーク。今日2度目のバッターボックス。流し打ち、レフトへ行った。レフト前のヒットになります。スパンジェンパーク、ナイスバッティングです。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。バッターは6番中村。第9球投げました、ボール。第2球投げました。まっすぐ空振り。少し迷ったか。第3球を投げました。ストレート見送ってストライク。第4球はストレートはもう外角高め。投げた、インコース低め、見逃し三振。バッターは7番木村。第1打席はファウルフライに倒れています。一塁牽制、一塁タッチセーフ。第2球投げた、低めボール球打った。当たり損ねのファーストゴロ。村上一塁、ベースを踏んでアウト。スリーアウトチェンジ。4回の表が終わって1対1。高梨とうとう打たれてしまいました。4回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは村上。投げた、ボール。まずは膝元。第2球ボール。
上げた、まっすぐ見送ってストライク。第4球を投げた、ストレートはボール。さあ5球目、外れてフォアボール。先頭バッターフォアボールで出塁します。第1球投げました、外れたボール。第2球投げました、2球目空振り。投球は3球目、投げました、打った、センター前に出る、落下点に入りました、取りました、ボールは中継、ランナー1塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。投げました、見送ってストライク。第2球打ちました、ヒットになります。ライトからセカンドへ、ホセ、いいバッティングを見せました。スワローズ勝ち越しのチャンスを迎えます。先ほどヒットを放っている廣岡、スワローズ一打勝ち越しの場面を迎えています。第2球投げました、スローカーブボール。第3球は3球目空振り、バッター追い込まれました。さあ4球目、アウトロー、空振り三振。バッターは8番西田。第1球投げた、内角ギリギリいっぱい、ストライク。まずは見送りました。初球ストライクから打った、ファール。第3球1球外した、ボール。さあ4球目打ちました、キャッチャー落下点、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。スワローズ2塁までランナーを進めましたが、勝ち越し点は挙げられませんでした。4回までが終了しまして1対1です。5回の表、これからライオンズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは岡田、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球投げた、アウトコース低め、空振り。第3球を投げた、打ちました、破った、岡田ナイスバッティングです。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。バッターはピッチャー松本。第1球危ない球、第2球危ない球、第3球を投げた、ここは送りバント、ピッチャーの右へ転がした、ベースカバーに入る。山田取ってアウト、ランナー二塁に進みました。スワローズピンチを迎えます。第2球フォークボール空振り、投げた、3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投球これから4球目、打ちました、三遊間のゴロ、二塁ランナー三塁へ向かう、破った、レフトバックホーム、金子いいバッティングを見せました。スワローズなおもピンチが続きます。バッターは2番源田、ひときわ大きな声援が聞こえます。第1球ランナー走った、投球ストライク、キャッチャーゾーン、二塁セーフ、ランナーを進められてしまいました。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、打った、ショートライナー、これでツーアウト、ランナーは二塁三塁変わりません。第1球投げました、初球空振り。第2球投げました、ボール低め。第3球を投げました、打った、三遊間抜けた、レフトバックホーム、スワローズ勝ち越しを許します。外崎タイムリー、スワローズなおもピンチが続きます。勝ち越しの場面、映像でご覧いただきましょう。先ほどホームランを放った山川。第1球初球フォークボール空振り。第2球投げた、打ちました、西田余裕があります、掴んで、これで3アウトになります。5回の表が終わって2対1、高梨この回さらに1点を失いました。
スワローズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターピッチャー高梨。第2球投げた、ボール、インハイへ。第3球を投げた、スローカーブ、見送ってストライク。次が4球目、投げた、打ちました、ボールはライナーで左中間へ、ヒット。高梨ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで同点のランナーが出ました。先ほどのプレーです。打順は1番に帰って坂口、今日はセンターフライと三振、低めストライク。第2球投げた、ボール、一塁へ一つ牽制球を送りました。もう一度一塁牽制球です。タッチはセーフ、危ない球、一塁牽制球を送ります。タッチセーフ、投げました、空振り。松本、ランナーの動きを警戒しています。さあ、5球は5球目、危ない球。さあ、6球目、低め見送ってフォアボール。左バッターボックスは2番青木、ひときわ大きな声援が聞こえます。投げました、直球ストライク、インハイへ。まずは見送りました。第2球投げました、外の球、空振り。第3球1球外してボール。第4球を投げました、打ちました、いい当たり、打球はセンターへ、スライディングキャッチ、ファインプレー。これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。ランナー2人を置いて迎えるバッターは山田、今日はセカンドゴロとセカンドフライ。第9球初球打ち、ボールはライナーで右中間へ、ライト前クリーンヒット、二塁ランナーそのままホームへ向かった。まずは同点、もう一人かえった、山田タイムリーツーベース、初安打。今の同点のシーン、リプレイでご覧ください。さあ、ここが試合の分岐点となりそうです。ライオンズ、ここで前進守備を敷きます。投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、山川取った、一塁へトス、松本取ってアウト、これで2アウト、ランナーは二塁三塁変わりません。完全に外れた、ボール。第2球ボール。第3球を投げた、危ない球。第4球を投げた、よく見た、フォアボール、ストレートのフォアボール。先ほどヒットを放っているホセ、スワローズ一打勝ち越しのチャンス。第2球投げた、ボール、投げた、見送ってボール。次は4球目、投げた、打ちました、ピッチャー返し、アウト、スリーアウトチェンジ。さあ、リプレイです。松本、見事に流れを断ち切りました。さあ、試合終了まで何が起こるか分かりません。試合は後半6回に入ります。先頭バッターはスパンジェンパーク、投げました、ストライク。第2球投げました、打った、流し打ち、ファウルボール。追い込んで第3球を投げました、見逃し三振、高梨ナイスピッチング。バッターは6番中村。第9球外角高め見送ってストライク、まずは入れてきました。第2球投げました、決まった、ストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、カーブ、空振り三振、中村全くタイミングが合いません。第9球打った、これは強烈、入れば勝ち越しだ、打球はそのままホームランだ、ホームラン、ソロホームラン、白球は無情にもスタンドへ、ヒットだったでしょうか、完璧に捉えられました。
ッターは8番岡田、今日3打席目。第9投げた、見送ってストライク。第2球投げた、見送ってボール。第3球を投げた、見送ってストライク。次は4球目、どうだ。村上バックしていった、ボールはセカンドへ。岡田ツーベース。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ピンチヒッターは森、高梨。ピンチの場面でどういう投球をしてくるか。第9投げた、ストライク。第2球投げました、ボール。第3球ボール。スワローズここは引っ張りに警戒します。第4球を投げました、打った、いい当たりだ。いったか、どうだ、入るか。センターバックダイレクト、フェンスに当たった。ライオンズさらに1点追加、4対2。森タイムリーツーベースヒット。スワローズなおもピンチが続きます。リプレイをご覧ください。降板、右の星、今日2番手としてマウンドに上がります。ライオンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9初球から打ってったヒット、レフト前ヒットになった。レフトバックホーム、ホームイン。ライオンズさらに1点追加、5対2。先ほどのプレーです。バッターは2番源田、今日はここまで3打数ノーヒット、1三振。第9ボール、まずはインロー投球、これから2球目。インロー空振り。第3球を投げました、打った、ピッチャー返し、抜けた、ボールは中継。源田いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。第9投げました、ボール。第2球投げました、直球空振り。第3球を投げた、打ちました、フラフラッと上がった、取って、これで3アウトチェンジ。6回の表が終わって5対2、スワローズ3点をリードされています。松本降板、右の宮川、今日2人目のピッチャーとして登板です。スワローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9危ない球、投げた、高めに送ってストライク。投球はこれから3球目、ボール。第4球は打った、センター方向に持っていきましたが、熊代取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番西田、これが3度目のバッターボックス。見送ってストライク、いきなり151キロ。第2球投げた、2球目ストライク、バッター追い込まれました。投球はこれから3球目、空振り三振。西田全くタイミングが合いません。代打は浜田。第9投げた、打ちました、初球打ち、左中間へ持っていきましたが取りました。これで3アウト。スワローズわずか3人で攻撃が終わりました。中盤まで終了しまして5対2です。星降板、左の長谷川、今日3人目のピッチャーとして登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第9投げた、ボール。第2球投げました、2球目ストライク。第3球を
投げました。低め見送ってストライク。追い込んでいます。追い込んでから第4球を投げました。初球見逃し三振。バッターは5番スパンジェンパーク。見送ってストライク。1球目ストライクから投げました。高めいっぱいストライク。軽く追い込んでまいりました。第3球を投げました。変化球空振り三振。スパンジェンパーク全くタイミングが合いません。投げた。サークルチェンジはボール。第2球投げた。打ちました。第3球を投げた。ストレートはボール。インローへ投球。これから4球目打ちました。あっとバットが折れた。拾うか。ボールを取る。一塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。満員の神宮球場、上空には闘志を燃やせとばかりにたくさんの花火が咲き乱れています。7回の裏、スワローズラッキーセブンの攻撃に入ります。左バッターボックス初球を打ちました。源田掴んだ。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは2番青木。今日はここまで3打数1安打。ライオンズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第2球投げた。内角際どい球ボール。第3球を投げた。見送ってストライク。第4球を投げました。打った。痛烈な当たり。センター前ヒット。クリーンヒットです。青木ナイスバッティングです。右バッターボックスは山田。今日はここまで3打数1安打。第9球決まってストライク。タイミング合いません。第2球投げました。流し打ち。山川交代。ファー。第3球を投げました。打った。流し打ち。山田いいバッティングを見せました。さあチャンスを広げました。バッターは4番村上。第9ストレート。まずは見送りました。投球これから2球目。スラーブはボール。第3球を投げました。ボール。第4球を投げました。インコース外れてボール。第5球投げた。スライダー外れた。フォアボール。これで満塁です。小川結局アウトを1つも取れずに降板。マウンド上ピッチャーは平井。ホームランで逆転のピンチで登板です。スワローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第2球変化球ストライク。アウトコースへ。第3球を投げた。打ちました。いい当たり。ボールはライナーでライトへ。これがヒットになります。ボールは中継。スワローズ2点返しました。サンタナタイムリーヒット。今日初めてのヒットになりました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。さあいよいよ試合の流れが変わりそうな場面。ライオンズここは中間守備を取りました。第2球投げた。スライダー決まってストライク。バッター追い込まれました。投球はこれから3球目。打った。ヒット。ライト前ヒットになった。ホームイン。スワローズゲームを振り出しに戻しました。5対5。スワローズやりました。これでチームに勢いが増すことでしょう。同点の場面映像でご覧いただきましょう。ワンアウトランナー一塁二塁となりました。広岡今日はここまで3打数1安打1三振。第2球投げた。ボール。第3球を投げた。スライダーはストライク。キレのある変化球。第4球を投げました。打ちました。打ち返した打球はセンターへのフライ。掴みました。これで2アウト。ランナーは一塁二塁変わりません。投げました。初球はストライク。
第2球投げました、ボール。第3球を投げました、アウトコース高め、ボール。さあ4球目打ちました、セカンド左横のゴロ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。7回までが終了しまして5対5スワローズ同点に追いついています。バッターは代打渡辺、第9投げました、初球空振り。第2球投げた、2球目ストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、一つ外した、ボール。第4球を投げた、サークルチェンジ、空振り三振。バッターは8番岡田、第9投げた、ボール。第2球投げた、2球目空振り。投球はこれから3球目、空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。追い込んで投げました、ストライク、空振り三振、2者連続三振。ピンチヒッターは山野辺、第9アウトコース低め、ボール。第2球投げました、ストレート空振り、タイミング。第3球を投げました、打ちました、センター前進、ヒット、山野辺ナイスバッティングです。さあ2アウトから勝ち越しのランナーが出ました。先ほどからセンターに入っています熊代、第9ランナースタート、二塁送球はどうだ、盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。先ほどのプレーです。スワローズ外野は浅めの守備を取ります。第3球を投げました、ストライク、少し迷ったか。次は4球目投げました、打った、ショートバウンド取った、一塁へ送る。ホセ軽快な守備を見せました、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。長谷川ツーアウト二塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。8回の表が終わって5対5です。平井降板、マウンドに上がったのは平、今日5人目のピッチャーとして登板です。スワローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げた、初球決まってストライク、まずは見送りました。第2球投げた、流し打ち、どうだ、ファルボール。追い込んでから投げた、一つ外してボール。さあ4球目打った、当たり底でのセカンドゴロ、外崎ボールを掴んだ、一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。打順はトップに帰って坂口、第9ボール。ライオンズここは引っ張りに警戒します。第2球投げた、スライダー、ボール、インコース低め。第3球を投げた、打ちました、1・2塁間のゴロ、セカンドから1塁送球アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番青木、第9投げました、直球に送ってストライク。第2球投げました、シュートはボール。第3球を投げました、打ちました、ファール。追い込んで投げました、高め、空振り三振。最後は空振り三振に打ち取られました。8回までが終了しまして5対5です。長谷川降板、ここでマウンドに上がったのは清水、今日4番手としてマウンドに上がります。ライオンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げました、外れた、ボール。第2球投げた、打った、第3球はボール、内角へ。さあ4球目打ちました、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。
右バッターボックスには外崎。今日はここまで4打数2安打1三振。第1球投げた、打ちました、ファールボール。第2球外のボール引っ掛けた、レフト前に出る、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番山川、今日5度目のバッターボックス。第9見送ってボール。第2球投げた、打ちました、ファール。投球はこれから3球目。3球目ストライク、追い込んでから投げた、打ちました、痛烈、入れば勝ち越しだ、伸びた、伸びていった、レフト見送った、ホームラン、ソロホームラン。山川今日これが2本目のホームラン、ストレートを完璧に捉えられました。さあチームメイトからの祝福を受けます。リプレイで勝ち越しのシーンをご覧いただいています。バッターは5番スパンジェンパーク、ここまで2打席連続三振。投げた、初球見送ってストライク、まずは決めてきました。初球ストライクから真ん中ストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、完全に外れた、ボール。第4球を投げました、打った、1、2塁間へ、1塁へ送る、清水取ってアウト、スリーアウトチェンジ。9回の表が終わって6対5、スワローズ1点をリードされています。平降板、そして最後は守護神の増田、最終回1点差でマウンドに上がります。期待しましょう、注目の投球です。第9投げました、もうさあ次の投球、投げました、ストレート見送ってストライク、投げました、ストレートはボール。第4球を投げた、低めのボール引っ掛けた、三遊間の当たり、一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番村上、これが5度目のバッターボックス。第9球初球空振り、タイミング合いません。さあ次の投球、投げた、ボール。第3球を投げた、外角低め、外れてボール。第4球は打ちました、これは内野へのスライダー、岡田落下点に入った。ここは慎重にボールを取りました。ここは意地を見せてほしい。右のバッターボックスは5番サンタナ、スワローズ最後のバッターになるのか。第2球投げた、高速スライダー、ボール。第3球を投げた、見送ってストライク、このまま簡単に終わるわけにはいきません。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、内角低めいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。スワローズ1点差に届かず敗れました。ライオンズの勝ちでございました。